1917年5月13日、3人の小さな羊飼いは、コバダイリアと呼ばれる土地で、羊に草を食べさせていました。昼食の後、ロザリオを唱えてから、彼らは丘の上の方に移動し、遊びを始めました。突然、彼らは閃光と思われるものを見ました。彼らは小さな木の上に全身を白い衣装に包んだ貴婦人を見ました。その貴婦人は太陽よりももっと明るく、キラキラ輝く水で満たされた水晶のコップよりも透明で強い光線を発していました。恐れないで、私はあなた方に害を加えませんから。私は天からのものです。ルシアは言いました。あなたは私に何をお望みですか。これから続けて6ヶ月の間13日に同じ時間にここに来ることを求めるために来ました。後に私が誰であり何を望んでいるかを言いましょう。私は天国に行けるでしょうか。ええ、行けます。では、ジャシンタは。彼女も行けます。フランシスコも。彼も天国へ行くでしょう。しかし、彼はロザリオをたくさん唱えなければならないでしょう。マリア・ダス・ネベスは天国にいますか。ええ、います。では、アメリアは？彼女は世の終わりまで煉獄にいるでしょう。あなたは神に背く罪の償いと罪人たちの改心への嘆願の行いとして喜んであなた自身を神に捧げ、神があなたにお与えになるすべての苦しみを耐えますか。はい、喜んで。それではあなたは多く苦しむことになるでしょう。しかし神の恩寵があなたの慰めとなるでしょう。聖母はこう言われて初めて両手を広げられ、彼女の手から非常に強い光を3人の子供たちに放射されました。世界平和と戦争終結がもたらされるように毎日ロザリオの祈りを唱えなさい。戦争が長い間続くのか、それとも間もなく終わるのか、私に教えてくださることができますか。そのことはまだあなたに教えることはできません。というのはまだ私が何を望んでいるかを言っていませんから。そう言われて聖母は東の方角へと天に登って行かれました。6月13日は、セイ・アントニオの祝日。彼は、ポルトガルとファティマの守護の聖人でした。ルシアの母親は、この大祝日が、ルシアたちに、聖母のご出現のことを忘れさせてくれることを期待していました。コバダイリアでは、
近隣の村からご出現の噂を聞いた人々が約50人ほど集まっていました。3人がロザリオの祈りを唱え終わったとき、彼らは近づいてくる光のひらめきを見ました。次の瞬間、彼らは5月の時と同じウバメガシの木の上に聖母を見ました。あなたは私に何をお望みですか？ルシアが尋ねました。あなたが来月の13日にここに来ること、毎日ロザリオの祈りをすること、読み書きの勉強をすることを望みます。ルシアが一人の病人の癒しをお願いすると、聖母はこう言われました。もし彼が改心するならば今年の間に癒されるでしょう。ルシアは自分たちを天国に連れて行ってほしいとお願いしました。ええ、私はジャシンタとフランシスコを間もなく連れて行くでしょう。しかしあなたはそれよりも少し長く地上にとどまらなければなりません。イエズスは人々に私を知らせ、愛させるためにあなたを使うことを望んでおられます。イエズスはこの世界に私の汚れなき御心への信心を打ち立てることを望んでおられます。この信心を実行する人に私は救いを約束します。これらの人々の霊魂は神の玉座を飾るために私によって置かれた花のように神にとって大切なものです。ルシアは悲しくなって、自分だけ一人で地上にとどまらなければならないのですかと言いました。いいえ、娘よ、あなたはたくさん苦しんでいますか？気を落とさないでください。私は決してあなたを見放しません。私の汚れなき御心はあなたの避難所であり、あなたを神へと導く道であるでしょう。こう言われた後、聖母は両手をお広げになり、三人の子供たちにおびただしい光線の束をお注ぎになりました。彼らはその時聖母の汚れなき御心を見ました。茨によって取り囲まれた心臓があって、それを茨が突き刺していました。人間の罪によって踏みにじられ、償いを求めておられるということを理解しました。